平和を直接願ってもですね、それはもう人間何千年の歴史で何回も試みて失敗しているので、まあ、直接的に、まあ、大切は大切ですからね、平和に対する祈りとか平和を訴えるのは大切なんですけども、具体的な政策にはならないんですよね。やっぱり具体的な政策をする上ではですね、世界が納得する、世界が納得するとは絶対に大義名分が通ってなきゃいけないんですね。まあ、その例として第一次世界大戦の後、アメリカのウィルソン大統領がですね、民族自決の原則っていうのを作りましてね、誰もが反対できない、つまり国際的にあらゆる国で正義と認められているものは否定できないっていうことなんですね。それの一番いいのは、第一段階としては丸腰を打たないっていうことなんですね。相手が丸腰、ピストルも刀も持ってない時にこっちがその人を殺してはいけない、女子供を殺しちゃいけないっていうのはちょっと差別的なんで、丸腰を打ってはいけないっていう方が今ではいいですね。それで丸腰を打ってはいけないっていうのは一体どういうことなのかっていうと、簡単に言えば核兵器なんですよ。まあ、ここで広島のことを示しましたけども、このアメリカが広島に原爆を落としたっていうことは、これは戦争ではないんですよ。これは今は日米戦争の中に入ってますけど、これは虐殺なんですね。虐殺と戦争の間に何が違うかって、戦争は相手が攻撃能力があるときにこちらが攻撃していいっていうことであって、まあ前回にお話しましたように、先々回かな、軍服を着て野原で戦うっていうのは基本なんですね。戦争の、戦争はゲームですから、ルールのあるゲームですからね。戦争はルールがないと思ってる方が多いんですけども、戦争のルールってきっちりと決まってるんですよ、国際的にはですね。だからそれに違反するとやっぱり罰せられるわけですね。それが戦争裁判なんですね。まあ、東京裁判なんていうのはちょっとインチキな裁判なんですね。で、第一に核兵器なんですよ。第二にはミサイルなんですね。命中精度の悪いミサイル、またミサイルの先端に核兵器の積んだミサイル、これはですね、最初から大量虐殺なんですよ。最初から丸腰を撃つ兵器なんですよ。例えばここに中国の沿岸部にですね、日本向けの基地を示しましたけれども、中国の沿岸部にはですね、日本の札幌から沖縄まで狙うですね、ミサイル、核ミサイル基地があって、そこからの標準がつけられてるんですよ。で、これを国際的に非難するにはですね、直接的に中国を非難するよりか、まずは国連にですね、丸腰を打つことはやめようじゃないかと、戦争を、なくすってことは難しいかもしれないが、いろいろ紛争があってですね、相手が丸腰の時は打たないという原則くらい決められるだろうと、これはですね、ちょっと反論ができないんですね。特にキリスト教文化圏では反論できません。キリスト教文化圏では相手が丸腰の時打つってことはもう非常に卑怯なことというふうに考えられておりますので、これに反撃をするキリスト教国はありませんね。それからイスラム教国もこれには反対できません。ということはどういうことかっていうと、世界の大半がですね、丸腰を打つということはやめようじゃないかと、その時に第一段階の第一段階として、第一段階の1で出すものはですね、やっぱり化学兵器と生物兵器なんですね。これは現在でも化学兵器と生物兵器は禁止されておりますが、それを化学兵器、生物兵器にかかわらず丸腰を打つ兵器をあらかじめ準備しておくということは禁止という一歩踏み出すんですね。現在は生物兵器、化学兵器を戦場で使ってはいけないというのが基本なんですが、まあ、少なくとも国際的な認識なんですけども、いや、国際条約というのは非常に複雑でですね、一見して例えば武器を使ってはいけないという国際条約があるとするじゃないですか。そうすると、まあ、普通のこういう日常的な国内で生活している人は、それは武器が使っちゃいけないという条約があれば武器使っちゃいけないんじゃないのっていうんですけど、国際条約というのはそれほど簡単じゃなくて、見かけ上は武器を使っちゃいけないと書いてあるけれども、それから後にいろいろなこう条項があってですね、全部を見ると、まあ、武器は使っていいっていうふうに見える
本当にそうだっていうのがあるんですね。それはもう山ほどあるんですよ。有名なやつでは第一次世界大戦の後のいろんな条約なんかもそうなんですね。国際条約ってのは非常に複雑なんで、なかなか素人が国際条約を理解できるってことはありません。だけどそのために外務省の専門家がいますからね。外務省の専門家がそこを国民には丁寧に説明すればいいわけですね。なんだったら外務省から定例記者会見つのあってですね、誰が聞いてようと必ず外務省としては日本の国益に即した話をする、もしくは国民に対して国際条約の解説をすると、まあ、いうことをですね、ネットなんかを使って根気よくやっていくということが必要じゃないかと思います。で、その第1段階の1が終わったら第2段階として、具体的な例としてミサイルの先に核弾道をつけて、その命中精度が市民に及ぶような命中精度であり、相手国の都市を狙っているものは禁止と。これもですね、全く誰も反対できないですよ。このことによって、もしこれが国際国連で議論されて、適用されればですね、中国はここに図で出したミサイル群を全て撤去せざるを得なくなります。その理屈としては、日本は理由があると、この前の戦争は理由があると。これはマッカーサーがアメリカ議会で証言したものを使えばいいんですね、国連で。要するに敵国の司令官、最高司令官も言ってるように、日本の戦争は防衛戦争であった、自衛戦争であったと。これは敵将が言ってるんだと。日本が言ってるんじゃない。日本はもちろんそう思ってるけど、 敵の将軍が、司令官がそう言ってる。だからこれはそうなんだ。だけどもその結果として悲惨な結果を招いたのは確かなんで、日本としては平和憲法を持っていると。それでもう侵略はしないと戦争のための軍隊を持たないと、自衛のためしか持たないっていう約束をしてると。その日本だからこそ提案ができるんだっつったらですね、やっぱり国際的にこれも皆さんも反対できない。で、一歩一歩崩していかなきゃいけないわけですね。まあ20年ぐらいかかるでしょう。それを根気よくやると、外務省がそれだけの意思を持ってるかどうかってことが問題なんで、外務省の役人もやっぱり役人ですからね、やっぱりあんまり辛い思いはしたくないし、東大出て、試験、公務員試験の講師に受かって、そして外務省に入ればですね、あとはもう人生は楽々ですから、そういう気持ちもある。これは人間ですからそうですからね。それはやっぱり政治で、国会で議決をして、役人がそれに従わなきゃならないような体制を作るっていうことをまずしなきゃいけないわけですね。それには国会議員側が利権があったらいけませんから。まあ自由民主党が悪いってわけじゃありませんが、自由民主党も古くなったんでね、やっぱりそれよりは少し難しいだろうというふうに思いますね。それから本来はこれ平和に守るわけですから、立憲民主党とかするべきで、立憲民主党なんかは昔からのあれで、中国は悪くないと。中国っていうのは、いくらミサイルを日本の都市に向けてても、それが核弾道を積んでても、中国のやることから正しいじゃないか、中国は親分だから、日本は中国の子分だからっていう認識ですからね。だからやっぱり現在のやっぱりあれですね、立憲民主党とかそういった野党には任せることはできない。だからやっぱり新しい政党でこれはやっていかなきゃいけないというふうに思いますね。具体的にはそういうことです。さらにこれは具体的にあります、本当に具体的にこの丸腰を打つという単純なことを禁止する、化学兵器、生物兵器があり、核があり、ミサイルがあり、ここら辺までは丸腰を打つということをみんなで禁止しようじゃないかという、誰もが反対できないことをできますね。こういうことを続けていればですね、日本はですね、国際的にもある程度評価されることもあります。なんつってもやっぱり日本人はですね、男は黙って札幌ビールなんですけど、日本以外の中国から中東、ヨーロッパ、アメリカはですね、口に出して勝負なんですよ。主語、実語がはっきりしてます。目的語がはっきりしてますね。だから以心伝心で人を説得するってことはできません。それには継続的な提案と継続的な努力、この継続的な努力を評価するという意味ではですね、私もアメリカ、ヨーロッパでは随分生活しましたが、ある意味では正しいんですよ。っていうのは、
努力を認めるんですね。個人のその努力を一生懸命努力する、その一生懸命努力するっていうことが、まあ、その人の意志の強さを示し社会に対する影響がある、それは賛成しようじゃないかっていうことなんですね。私もこのブログもですね、一生懸命毎日やってるんですけども、それはその人間っていうのは一生懸命じゃなくちゃですね、やっぱり人の賛成は得られないと思うからですね、まあ、そういうことで、これは付録の2がつきました。